キに出場して今までにないぐらい安孫子高政という風を吹かせます。3、2、1、バンゴー。はい、じゃあ一問一答やっていきますんで、じゃあ安孫子さん、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず安孫子さん、出身地どこですか？神奈川県です。神奈川県相模原市。年齢は何歳ですか？44歳だけど2がついてて45歳です。職業は何ですか？挑戦者です。趣味は何ですか？うわー、あー、サッカー。あ、おかしい、トレーニング。座右の銘は何でしょうか？一心不乱。好きな食べ物は何ですか？なんだろうな、大豆ミート。嫌いな食べ物は何ですか？みょうが。あ、違う、嘘、紅しょうが。休みの日は何をして過ごしますか？うわー、2パターンあって、1つは、出かける。もう1つはあのソファーでずっと離れない、スコアからずっと寝てる。自分の好きなところを教えてください。好きなところ、膝。うん。苦手なことは何ですか？うわ、苦手なことは計算、数字。髪型へのこだわりを教えてください。これはもう10年以上ですからね。これはだからキムタクがロン毛にしてからしたって言われるの嫌なんですけど、若干そういうのもあります。好きな色は何ですか？あ、ネイビー。今1億円が手に入ったら何をしますか？全額投資する。見るのが好きなスポーツは何ですか？あ、やっぱサッカーですね。あと格闘技。特技を教えてください。特技ですか？犬の鳴き真似がうまい。家にいる時は何をしてますか？基本ノートと向き合って自己分析。年俸120円の時の収入源って何でしたか？年俸は120円だけど、年収はまた別ですからね。年収も120円だったんですけど、なんだろう、講演会ですかね。安孫子高政の高政の由来って何ですか？あ、真剣に考えるんです。そういう男になりなさいということで、何事にも真剣に考えるという癖がついております。 J リーガーから格闘家になろうとしている理由は何ですか？あ、もう一つはそのあれですね、やっぱり弱い自分を知ってるので、何か自分のその弱さをかき消すため、何度でも立ち上がる意思があれば何度でも立ち上がれると、そういう姿を人に見せたいっていうのがありました。普段何をしている時が一番楽しいですか？なんだろう、お酒飲んでる時。今までで一番楽しいと思ったことは何ですか？やっぱデビュー戦勝った時じゃないですか、格闘技で。あ、 KO で倒した時。今までで一番感動したことは何ですか？今までで一番って言われるとちょっと難しいですけど、最近見た Mr.Children の Gift for You っていう映画、ドキュメンタリー映画、めちゃくちゃ感動した。今までで一番後悔したことありますか？あ、それはもう J リーグのあれですよ、試験を清水ストラするときにビビって、開始10分ぐらいで諦めちゃったっていうことですね。それがもう一番の後悔ですね。今までで一番激怒したことなんですか？うわ、なんだろう、激怒したことか。うわ、ちょっと思い出せないな。ないわけないか。大丈夫です。今までで一番恥ずかしいと思ったことは何ですか？あのね、トイレに入ったら、あの子供たちにバッて開けられて見られた。当面の目標って何ですか？大事に出場です。戦いたいと思っている選手を挙げてください。ヤーマン選手、よろしくお願いします。好きな本はありますか？あ、哲学書。長期休暇があったら何をしたいですか？あ、ポルトガルに行ってみたいですね。ポルトガル語ができるんで。いつまで現役でいたいと思いますか？格闘家の現役ってことですか？格闘家の現役としてはやっぱりライジン出場ができるのを続けたいので、体の持つ限り、心の続く限り、魂の躍動する限り。今後何か挑戦したいことはありますか？ありますね。政治の道とか、あとは何だろうな、もっと言えば全くやってないところの分野に、まあ、挑んでみたいってありますよね。勝負曲ありますか？あ、サンボマスターできっこないをやらなくちゃ。勝負飯ってありますか？勝負飯か、あ、奇跡の食卓の畑という定食、名前畑定食、それがもうビーガンのめちゃくちゃうまいです。それ試合前必ずあります。得意な料理ってありますか？うわ、あ、めちゃくちゃ玄米炊くのうまい。今ハマってることって何ですか？ハマってること、うわ、ハマってることなんだろう、ハマってること、あ、動物と戯れたりとか、馬を調教したりとか、羊を捕まえたりとか、そういうトレーニング。リスペクトしてる人って誰ですか？誰だろう、工藤校長先生、あのね、麹町、今はね、総栄高校
中層や中学校高校の校長先生。練習の際に意識していることは何ですか？常に相手をイメージしたり、自分が相手を倒しているところをいいイメージを持ってトレーニングする必要。試合の最中って何を考えてますか？不審。女性の好きな仕草は何ですか？うわー、なんだろう。聞いた時にすごい優しい声で返答してくれる仕草じゃねえか、それ。メンタルの保ち方を教えてください。メンタルっていうことについて考えないこと。自分を漢字一字で表すと何ですか？戦わないで戦っていうじゃん。2023年今年の抱負を教えてください。必ずライジンに出場して今までにないぐらい阿孫子高政という風を吹かせます。一番の宝物は何ですか？自分。将来引退した後にやりたいことって何ですか？世の中に貢献もっとしたいなと思います。今は自分の人生のために思いっきり動いてますけど、やっぱり世の中に貢献したり、何か世の中に役に立つこと、そういうのしたいなと思います。朝は強い方ですか、弱い方ですか？めちゃくちゃ弱い。テンションが上がらない時の気分転換どうしてますか？大きな声を出す。普段言ってるバモーってどういう意味ですか？それはレッツゴーみたいなことなので、行くぞみたいな、みんなで行くぞ、ついてこいみたいなぐらいの、意味合いですね。今やってる以外な好きな武道格闘技はありますか？カポエラ。自分の筋肉で一番自信があるところはどこですか？筋肉か。アキレス腱。筋肉じゃねえな。筋肉じゃない。はい、ひらめき。最終的に阿孫子さんが果たしたい目標は何ですか？やっぱり未来の子供たちの平和な国、だから100年後からのありがとうっていうのがテーマなんで、100年先も今以上によりいい日本にするということが目標ですね。この動画が面白かった場合はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。 Twitter やってますのでぜひフォローしてください。インスタもやってます、ぜひフォローして皆さんに見ていただきたいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram の登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。